ども皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルもね参加しているレッツ足伸ばし旅キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいと思います。ということで、公式サイトね、こんな感じになってます。レッツ、足伸ばし旅、移動距離に応じて特典還元ということで、こちらね、バリュットボンボイでね、やられてるキャンペーンではなくて、森トラストリゾートグループがね、やっているキャンペーンっていう風になっておりまして、この森トラストグループがね、運営しているマリオットボンボイホテルだけ、こちらね、参加しているっていう風になってるんですよね。で、こちらのキャンペーンは2月の末でね、今年1回終わったんですけども、非常にね、好評だったということで、4月1日からですね、こちら再開しているっていう形になるんですよね。まあ対象ホテルね限られるわけなんですけども、利用するだけでねこちら特典もらえるっていう風になりますんで、マリオットボンボホテルね利用されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、キャンペーン期間なんですけども、2022年の4月1日から2022年4月28日までっていう風になります。で、対象ホテルはですね、ここにね記載しておきますけども、伊豆マリオットホテル修善寺、富士マリオットホテル山中湖、軽井沢マリオット、琵琶湖マリオット、南紀白浜マリオット、コードヤードバイマリオット白馬、あとね、ここからマリオットボンボンホテルではなくなるんですけども、リゾーホテル、ラホーテル那須、ラフォーレクラブ、ゴーラ温泉、ラフォーレクラブ伊東温泉、ホテルラフォーレ修善寺ということで、まあこのホテルね、全てがこの足伸ばし旅のね、キャンペーン対象ホテルっていう風になります。最初に言ったね、ホテルだけこちらね、マリオットボンボンホテルの提携してるねホテルっていう風になりますんで、まあこのホテルはね、森トラストホテルズ&リゾーツがね、運営しているホテルっていう風になりますんで、マリオットボンボンホテルのね一部がこちら参加しているっていう形になります。で、次にね、特典なんですけども、このキャンペーンはね、足伸ばし旅ということで、ご自宅からですね、遠ければ遠いホテルをね利用すれば、まあ、得点が良くなっていくっていうキャンペーンになってるんですよね。まあ公式サイトね、こんな感じになってるんですけども、ご自宅からね近いホテルを利用したらペアの食事券がもらえて、それよりちょっと遠いホテルを利用するとペアのディナー券がもらえて、それよりもっと遠いホテルに行くとペアの宿泊券数泊がねもらえて、さらに遠いホテルを利用していただくとペアの宿泊券1泊2食付きがねもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。まあこんな感じのね特典になっているわけなんですけども、私がやってみるとですね、私はね神奈川県に住んでいるっていう風になりますんで、まあ公式サイトでねこちら検索できるようになってるんですけども、利用するとねこんな感じになるんですよね。修善寺とかね、山中湖とか、軽井沢とか利用するとこちら朝食券がもらえて、琵琶湖を利用するとペアのねディナー券がもらえて、南紀白浜マリオットを利用すればペアの宿泊券素泊まりがもらえたりですね、コードヤードバイマリオットだとこちらまた朝食券ということで、ご自宅からねホテルの距離によってね、この特典がね違うようになってるんですよね。まあこれはね、遠ければ遠いほどですね、まあいい特典がもらえるっていう風になりますんで、まあこれはねかなり面白いキャンペーンですよね。ですので、私がね南紀白浜マリオットに宿泊すればですね、まあペア宿泊券、次回のねペア宿泊券がまあ素泊まりにはなりますけども、こちらねもらうことができるっていった形になるんですよね。ぜひね、皆さんもね公式サイト概要欄に載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなという風に思うんですけども、でですね、九州とか沖縄とかね住まわれている方はこのキャンペーン非常にお得なんですよね。こちら北海道と沖縄ね調べていただくとこういった形になりまして、まあ、どのホテルをね利用したとしても1泊2食の月のですねペア宿泊券が、まあ、次回のねもらえるっていう風になりますんで、住まれている方はですね、ぜひね利用していただければなっていう風に思うんですよね。次回のねペア宿泊券、しかも1泊2食付きがねで次回にはなりますけども、かなりいいですよね。それでは次にですね、予約方法に関してなんですけども、こちらね公式サイトからね予約することももちろんできるんですけども、マリオットボンボンホテルの公式サイト、こちらから予約した場合ね対象になるかっていう話なんですけども、こちらねどこにも記載がねそういった話全然書いてなくて、まあ、どうなのかなっていうふうに思いましたので、対象になってるねマリオットボンボンホテルには私の方でね確認取らせていただいたんですけども、マリオットボンボンのね公式サイトから予約した分もねこちら対象っていう回答ねいただいておりますので、今ねマリオットボンボンホテルね
宿泊実費2倍キャンペーンもねやられておりますので、まあそちらで、ね、予約されたい方もね多いかなっていうふうに思いますけども、こちらね OK っていった形になります。でこのマリオットモンモンホテルのね予約、あの公式サイトからね予約した場合はですね、まああの 2,3 日前からチャットねできるようになると思うんですけども、アプリでね、まあそこで申し出していただいたりですね、もしくは電話でねこの足伸ばし旅キャンペーンのねあの利用があることをねホテル側にね伝えるようにしてください。これね一応あの何軒かのホテルにね一応言ってくださいみたいなことをね言われたので、もしかしたらねこれ言わないと利用できないかもしれないので、まあひとまずね予約取ったらね電話等々でもいいので、ぜひねあのキャンペーン利用する旨をねホテル側にね伝えていただければなと思います。でまたね一応なんですけども、これマリオットボンボホテルの公式サイトだけではなくてですね、ヤフートラベルとか楽天トラベルとかね、まあそういったところでもね利用することができるそうなんですけども、まあこちらを利用する場合もですね、ホテルの方にねあの確実にねもう一回チェックだけはねするようにしてから利用ねするようにしてください。またですね、前回にはなるわけなんですけども、これねマリオットボンボのねポイント予約でも利用することができた方がねいらっしゃったそうなんですよね。まあこれね正直めちゃくちゃお得じゃないですか。ポイントで予約できてまたさらに次回の宿泊券がもらえるってなると、ですのでこれねたまたま利用できただけなのかななんていうふうに思ってるんですけども、まあ前回ねポイント予約でも利用できた方もねいらっしゃるみたいなので、まあ、もしかしたらねポイント泊も OK なのかもしれないですね。ですのでまあ今現在ねこの対象ホテルでポイント予約ね保有されている方はですね、ちょっとホテルにね聞いてみてもねいいのかなっていうふうに思います。ぜひね結果も教えていただきたいんですけども、これどうなんですかね。多分たまたま利用できただけだと思うんですけども、すごいお得になっちゃいますんでね、ポイント予約でさらにまた次回の宿泊券がもらえるみたいな感じになったら、ですんで多分全体的には多分 NGだと思うんですけども、まあでもね利用できた方もね中にはいらっしゃるっていう風になりますんで、まあ一応ねポイント泊持たれている方はですね、ぜひこちらもねホテル側に聞いてみるのもねいいのかなと思います。ということで今回ですね、足伸ばし旅キャンペーン解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあマリオットボンボのねプラチナステータス以上保有されている方はですね、まあ朝食券もらってもねあんまり意味がないので、まあディナー券以上かなっていうふうに思うわけなんですけども、まあね宿泊するだけでねこちらもらえるっていうふうになりますんで、対象のねマリオットボンボホテルね利用される方はですね結構いいのではないのかなっていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。